日は今日の切り抜きです。で今米軍基地があると思うんですけども、はい、これをいつか僕はなくすべきだと僕は思うんですけども、はい、でも今なくしてしまって抑止力がまあなくなってしまうと思うんですね、はい、だから僕は日本は核武装、核を持つべきだと僕は思うんですよ。でいわゆる左と呼ばれる方たち、まあ、国会前で騒いでる人たちは、うん、まあ、核もダメ、米軍基地もなくしてほしいっていう、そういう美味しいつまみ食い、つまみ食いっていうか、だからお花畑の人たちなので、あの、それは国民に聞くしかない。もう個人的な意見を言えば日本も核武装すべきだと思っている。個人的な意見を言うとね。だから警察官もピストル持ってるわけだから、日本ってそんな無茶苦茶な核の攻撃はしないと俺は思ってるので、あの、自衛のために持った方がいいんじゃないかなとは個人的には思ってるけど、最後は国民の皆さんに聞くっていうのが基本だし、あの、核を持った場合こういうメリットがあります。でもね、外国から逆に狙われやすいとか批判も出てくるからとかいうことを説明した上で、過半数の人が核を持つべきだと思ったら核武装したらいいと思うし、米軍基地に関しても多くの人がやっぱりもう自分で守るんだっていうなれば、それはアメリカと交渉したらいいんじゃないかな。今特にね、トランプさんは日本は自分で守れって言ってるんで、ある意味チャンスなので、だからそういうのもしっかりと、こういうのはある意味国防って議論できるうちは国民が議論した方がいいと思うけど、ね、やばくなってきたら国民で決めれないから、もう情報を回せない国民に、それで勝手に決めないといけなくなるのが危ないんで、今だったら議論できるんじゃない。要するにそれ実際起こってしまうと、要するに超法規的措置で、まあ、行政とかね、内閣の暴走を許してきたわけだから、むしろ平和の時にそういうものをシミュレーションで作って、そう、ね、国会で議論しないと内閣にやらせると、あ、勝手にもちろん、あ、